皆さんこんにちは。山陽山町ブランドマネージャーの遠藤です。山陽山町アシスタントマネージャーの浜田です。今回はダブルモンクストラップ原子炉を紹介させていただきます。こちらがブランド創業当初よりご支持いただいているダブルモンクストラップ原子炉です。2つのバックルが華やかそう。キャップトゥが誠実さを演出する汎用性の高いモデルです。デザイン性の高いダブルモンクストラップですが、トゥが一文字仕様になっているために、ビジネスシーンにおいても着用できるデザインです。華やかさと正統派ドレス靴の重厚感を併せ持つ原子炉は、ストラップデザインとバックルのゴム止めにより着脱が容易です。カラーバリエーションはブラック、コーヒーの2色展開です。素材ですが、ブラックはジャーマンレザー、コーヒーはイタリアンレザーを採用しています。コーヒーは仕上げの際、職人が1足ずつ手作業で色を入れるハンドフィニッシュで仕上げています。単色ではないアンティーク仕様の仕上がりが特徴です。仕様の特徴は、グッドイヤーベルト製法、シングルレーザーソール、ヒドゥンチャネル、アウトソールを黒で塗り上げる全カラー仕様です。さらに、快適な履き心地を提供するため、履き口の外側を低くしています。これはくるぶしの高さが内側より外側の方が低いため、このような仕様にしています。ライニングにはイタリアンレザーを採用しています。アッパーがブラックのモデルにはブラック、コーヒーにはダークブラウンを使用しています。いずれも農色を採用しているのは、着脱の多い日本の生活様式に合わせて靴を脱いだ時にライニングの汗じみや汚れが目立たないようにするためです。木型は R2010 を採用しています。R2010 とは2010年に開発した現マスターラストです。ブランド創設10年間で培ったお客様の足のデータをもとに誕生しました。原子炉の木型の特徴は3つあります。1つ目はヒールカップです。R2010 のヒールカップは小ぶりに設計されていて、かかとに食いつきが出るようにトップの位置を内側に入れています。これにより、かかとがしっかりとホールドされ、歩いている際にかかとが抜けづらくなります。二つ目は、絞り込んだウエスト部分です。見た目の美しさだけではなく、土踏まずを下から押し上げることで足の裏への負担を軽減します。三つ目は、甲です。甲を低く押さえることで、の中で足が前に滑らないようにしっかりとホールドされます。今ご説明差し上げたかかと、土踏まず、甲、この3箇所で足をしっかりホールドすることで快適な歩行を実現しています。原子炉のサイズ表記は8ハーフで 26.5 センチです。いわゆる US サイズ表記となります。展開サイズは6ハーフ24.5 センチから9、27センチ、5ミリピッチの6サイズ展開です。サイズ選びのコツとしては、足長と幅が合っていることはもちろん、先ほど申し上げたかかと、土踏まず、甲の3箇所が自分の足に合っているかを確かめながらお選びください。価格は税込 75,900 円です。お取り扱い店舗は山陽山町公式ホームページのショップリストをご確認ください。今後も山陽山町の定番モデルや新作モデルを定期的にご紹介いたします。ご視聴いただきありがとうございました。